14番ホール。いやーでもさっきダボでもオナー取れるなんていいゴルフ場だね。本当。それ俺もバカにしてるね。右。あ、いやでも帰ってくるんだよねこれ。あ、B ちゃんじゃない？B。超えたね。超えた。うん。入った。B 超えてからのまた。イン。打たれてイン。アウトエンドイン。よっ。池方面からのご帰りなさいのフェアウェイ。真ん中ゴーン。アイボミの7番アイアンと同じ。アイボミ。イボミのアイアンでした。プロ、これ池越えホールですけれども。ええ、どうですか、はい。池が目の前にあるからこそ、はい、越えなければいけない。なるほど。いろんな壁を越えていく。なるほど。どうもイエローレンジャーです。我々ゴルフ仲間の中で最もゴルフにお金を使っている男イエロー。その進化の時が今このラビスタの空に高く打ち上がるのか。ゴルフボール43センチの球はグリーンに向かってまっすぐ飛ぶのか否か。マジ出てきた。手の5000円にかかってきたよね。その飛球線は池にも行かない右バンカー。全く関係のない人が行った。バンカー右手前ぐらいかな。右寄りで打ったの。いやいや、池避けてる。そうタクティカル、タクティカル、戦略的。なるほど、戦略的。さあ、まあでも打ちやすい位置転がった ね。うん、ここから出てなるほど。まあでも池はあんまかからないんじゃない。いやー右にプッシュアウトだね。パッカン系。あれはなんだ、あれは O&B か。さあいいのか悪いのかわからないが、ここにあったブルーの球ノーペナであったからいいんだよ。3打目グリーです。いやでも分かるよ気持ちは。だってね、奥に池があるんだよね。ね、あ、怒ってる。あ、ちょっと天の声さんも映っちゃった。54度。はい、グリーン手前。まあ、バナーで寄せて。いいアプローチ。いいアプローチ。ナイスアプローチ。あだす。オッケー。いいよ。ナイスオン、ナイスアウト。十分だよ。グッジョブだよ。怒ってんな、あれ。あれきっと怒ってんな。わあ、でもそのチョンでね、ビビらないっていう、そのナイスアプローチ。アプローチ。あ、ナイスタッチ。ナイスタッチ。アプローチこっちでした。パートライ。イエローのパートライ。フックを読み込んでの、そこまで曲がらず。Here we go!
15番ホールパー3、171ヤード。谷越マリン使っちゃった。誰ですか先に。谷越マリン、誰ですか小江さんのいつものやつ。まさか谷に練習いないでしょ。いや、いないでしょ。それはいないですね。ナイスショー。ちょっと左手に耐えろ。ちょっと堀北のバンカー入る。ベチって言ったね。いやバンカーの練習ができるから。いやいいなぁ。バンカーの練習ができる。あ、乗ってるから。マジでナイス。え、本当に？乗ってるから。マジ？谷ー。よし、前3だっけ、はい、4回あのボールいらなかったんですよね。ちょうど捨てたかったんですよね。カート道ギッタギタになってた。なるほどなるほど、ちょうど捨てた。ちょうどなんだな、ポジティブだな。ちょうどいいわ。ちょうどいい。ビー叩くんだ。2人投げるんだ。まあ4からの4打目イエロー、はい、なんとかあのバンカーはまたがずにできるんで、はいはい、嬉しいです。いいところで打てますね、はい、うん、まあグリーン OKOK、ナイスオン、バーディートライ、かっこいいね。さあ下りのスライス切れそうです。うわっと手前から切れてきた。もっと来い、もっと来い。あ、いやー、ちきった。弱いよ。うん、まあ見ればわかる、弱いよね。いやでも言ってもパートライだからね。全然いいよ、見ればバーディー。おう、え、あー、そう、アマチュア的にね。ややこしいね。そっちから見てるのどう？これは登ってるね。グリーンに乗ってる。分かってる。手の子うるさいね。手の子ちゃちゃ入れてくるから。ナイス。うわ、ナイスパー。でもね、打ち出し角すごいとこ向いてたよ。うるせえ。行きます。それはうーん、せーダブルパー、ダブルパー、いつも通りじゃん。早い早い、ポジティブポジティブポジティブ。あ、そう、ちょうど捨てたかったんですよね。カード道ギッタギタになって。なるほどなるほど、ちょうど捨てた。ちょうどなんだな、ポジティブだな。ちょうどいいわ。ちょうどいい。